あれですな、クエストマン、あの伊達武将隊の方々は、うん、それぞれのこの戦あるにもかかわらず、こちらの伊勢志摩奇襲名古屋フェア、うん、我々の舞台とこう応援しに来ていただけると、まっこと片付けない感じです。何やらこのおすすめをいたすにはどういたしましょうな、こうぜひせっかく手伝ってくれた伊達武将隊の皆々、うん、仙台の民たち、はい、この者たちに何かこの我々からおすすめいたすの。あーなるほど、せっかくだね、こたび来ておる者だからな、初登場の者もいろいろありますな、うん、こたび初登場、仙台でこう初登場で、ね、参っとる者もたくさんあるということで、うん、まあ、そんな者もありつつ、桐生様がおすすめなどは、わしが勧めるのは、あ、いなり寿司ですか、違う、イットランナーわしブラックカレーパンですか、違う、ああ。そこは違う違う、行きましょうや、どうしても勧めたいなと思って、あ、ブラックカレーパン、おー、ブラックカレーパン、これはこたび初登場の初登場ものが来とるということで、まだ食べたことないんだけれども、これは間違いなく美味しい、ブラックカレーパン、まあ見た目からしてちょっとうまそうですな、はい、これをまあ伊達武将隊の面々や、ゆうさま、おお、なんじゃ、先ほど食べました、おお、いかがでござった、いかがじゃった、もっちもちで、もっちもちで、なぜ黒いんだ、あれ、イカスミでも入ってるのか、いや、イカスミかタコか、ちょっと、僕デタラメなこと言えんねんな、秘密を知る上でも、カレーは辛いっていうんではないんですけども、こう、風味が、風味が、あー、なるほどなるほど、香りとかね、そういったものもある、うん、この中でちなみにブラックカレーパンも食べたよというものおるか、まだおらん、まだおらん、これはぜひともじゃあ行こう、おすすめだということで、京馬さん、はおみやさんは何かみんなにこう勧めるものはあるか、そうですな、元気どれだい、元気ましたよ、京馬さん聞いとるのなんで元気ましたそうですな、こちら仙台へ立つ前にじゃな、さっきちょっといなり寿司ですかってバッとわし言ったけどな、うん、仙台へ立つ前にいなり寿司食べてまいったんじゃな、わしな、はい、愛知県のな、はい、サンファンバウティスタ号に乗ってやってくる前にいなり寿司を食べて、空は飛ばない、サンファンバウティスタ号船ですので、ね、違いました、ブログを見ていただけるといいかもしれませんな、それでございますこれはいなり寿司、壺宿のいなり寿司、501円、7個1、安い、まあ、確かに人それぞれ、そうですな、まあ、安いじゃな、これな、だからせっかくこの手伝ってくれておる、うん、援軍に駆けつけてくれた招待や、仙台の民には501円、うん、こちらをおすすめしたい、1円ぐらいはわしだけで出してみたいな500円はじゃあワンコインだで出していただいて1円はわしがなんとかしようし、進めてまいりたいということで、まだこれ時間は大丈夫だから、大丈夫なの、大丈夫なようでございます、大丈夫なようで、ではさらに、わし進め言われて待っていたあ、では逆にその選んどる間に長谷川殿がこの辺この辺と言っておる、いや、私と小次郎様でどれが皆様にお勧めするの良いかなと選んだんですが、例えばまあ王道のウイローであったりあとは赤福とかわらび餅とかあんこ団子とかバウムクーヘンとか全部ですよ、何よ、甘いもの全般的、そして赤福外すみたいななぜそこを言わない、あとこの温州みかんの大福みたいな、これ食べましたけど美味しかったですよ、皆様、中に何が入ってるんだこれは、いや、みかんが入ってる、温州みかんって書いてある、丸ごとか、いや、丸ごとでした、あちらで作ってる工程も見れますから、あ、それはまた楽しみ、みかんを作ってる工程、なるほど、みかんを作ってる、なるほど、バカかやっと突っ込んでもらえる樋口、いかがでしょうか、わし、そして今勧めを言おうと思ったらわしも甘いものを言おうと思って、だからもう真面目かだから言いたい、上がっとないやつをあげればいいじゃろう、だでわしは天むすじゃな、じゃあだでだでしょうがないから樋口、だでわし大好きだで、もう普通に勧めるわ、だからいつもは天むす勧めとるで、なんか別のやつを探してまいろうかなというふうに思ったけれども、もう次々もう食べて言われてまうで、なくなってまって今ももう次々に食べていたから、はい、だからもうちょっと進められなくなってしまった、うん、あの刑事のですか、え説明してるようですけど、ああ、いやいやいや前田刑事だよ、あ、違う説明がいるんだ、喋った後はやはり
刑事殿、ズバリ天むすの魅力はチャッと食える。まあ、確かにこの天むすというのはチャッと食べるために生まれたもんだからね。こう握り飯とこのおかずを一食たにして食べるために天むすが生まれとるで、まあ、チャッと食べるというのはいいな。食べですな、うん、他には他には味噌煮込みうどん。いや、あの、違う。どうだ、この連携の良さ。どういうことなんか今。これは天むすの他の、なんか、いいところはっていうことを聞いたら、もう別のもの言ってしまったね。なるほどな。玉を真正面から投げて上を見とったみたいな。全く、え、あ、そうです。危ないな。まあ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 、今挙げたのは、ほとんどこれに乗っ取るもんなんだけど、結果を言いや、全ておすすめということじゃな。もう40店舗以上出店しておりますからな、うんうん、そして、ね、あの食べ物以外にもあの工芸品なんかも、うんうん、来ておるということ。今から年末の掃除に向けてもうほうき買っておいた方がいいぞ。今から、ね、今から用意準備力。そしてどこにしまったかわからない。あるあるある。だからきっちりこう床の間かなんかにこう刀と同じようにこう飾っておいて、ほうきを飾っておいて。マジか。失礼いたしました。それ今ちょっとボソッと気づいてこちらこそ失礼つかまってた。聞こえんかったものがおるか今。大丈夫か。聞こえんかったものおらんか今。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいのどれじゃ言うてみ。徳川ベーコン。徳川。ああ有名だな。ああございますよ。以前私がイヤ様から聞いた声によるとわしの耳じゃっておっしゃってました。じゃあみんな。徳川様の耳を削いで。嫌な嫌な、怖い怖い怖い。そんなの想像してこないよ。耳を削いでなんて嫌だよ。でも有名ですな、徳川、うんうん、こちらで。ご存知でござんだか。あ、100年も。あ、100年もこちらで。今はもらいました。なんかそのうち名古屋城でもお土産として置いてもらえるかもしれない。うん、あー、ちらっと聞いた、そのお土産として置くという話をなんか、聞いたことはあるけれども、それっきり聞かずじまいでした。だいぶ前に聞いて以来、聞かずじまいでした。だからこちらで、だから置かれるかわからんから、食べてもらえればそうですな。これ、みたらし団子っていうのは、うん、ひょっとして愛知県がこの発祥の食べ物か。みたらし団子、本人のお子さんか。みたらし団子、うん、あの岩倉の駅の近くにいらっしゃるんです。いや、聞いても分からない。岩倉の駅の近くに。さあさあさあ、時間もまあ迫ってきたということで、わしらは明日も、明日限りじゃな、このまたこの仙台の地で演舞を行うことができる。明日もおるということじゃ。この南々にはこの名古屋の物産展の海あんもんをよけ食べてもらって、わしら演舞を見て心温めてもらい、わしらは逆に仙台の地の良さを持って帰り、名古屋に広めてまいりたいと思うとな。さようでございますな、うんうん、あと一日、まあ、充実した時間を過ごしてやと思うとな。南の門、風邪ひかんように私たち観音は我らに会いに来てちょう。また会おう、さらばじゃ。ありがとうございました。